はい、皆さんこんにちは、こんあいば、そしてはじめまして、大宮さとなりことリサトです。はい、はじめましてですね。今回から YouTube に動画投稿をさせていただくことになりました。で、初投稿ということなので自己紹介動画の方を撮っていきたいと思います。で、自己紹介だけだとすごい動画短くなってしまうので、動画の最後に私が YouTube を始めることになったきっかけを話せたらいいなと思ってます。はい、それでは早速やっていきます。はい、この私の初めて作った背景なんですけど、これで隠しながらやっていきたいと思います。はい、自己紹介ってことで、名前はリサトです。で、アカウント名は大宮さとなりなんですけど、長いなと思ったのでリサトでやっていきたいと思います。年齢は15歳の高校1年生です。ファン歴は9年目で、 FC 歴は5年目ですね。小学校6年生の頃から入ってます。担当は見てわかるとリオンの里志健です。コンビは、全部好きなんですけど、大宮とジーマゴが特に好きです。で、参戦歴はワクワクの2014、16、17、18 とデジコンブラストイン宮城アイハピーアンタイトルですね。で、ハイバイ20は11月30日と12月1日に参戦予定です。はい、で、動画の最初にも言った通り、なぜ私がYouTube に動画投稿をすることになったのかということを話していきたいと思います。はい、で、私が、まずこういう嵐関連の動画を見たのは中学2年生の頃なんですけど、その頃、やっていた YouTuber さんで、コムコムカズミヤさんという方がいたんですよ。で、その方の動画を見て、すっごい自分もやりたいなって思ったんですけど、当時は中学2年生だったので、編集の仕方も全然わかんないし、正直 YouTube に動画投稿をするのがすごい怖かったんで、はい、で、高校生になったらやろうってずっと思ってて、はい、で、高校生になったので、はい、やっと始めることができました。はい、で、あとはですね、この自己紹介動画撮る前なんですけど、いろんな方のね、自己紹介動画のね、ちょっと拝見させていただいたんですよ。で、そしたらもうみんな5年前とかもう6年前とかの動画がすごい多くて、今こういう手元だけを写して撮る動画が少ないのかなと思って、私はすごいこういう動画好きなんで今撮ってるんですけど、はい、少ないなと思ったので、始めようと思いましたね。はい、きっかけは、その2個ぐらいですね。はい、ということで今回から YouTube に動画投稿させていただきます。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。また見ていただけたら嬉しいです。バイバイ。